萩原ソリューションズさんのブースにやってきました。アンさん、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ早速ですが、はい、まずストレージ製品ご紹介していただける、はい、ということですね。はい、そうですね。弊社萩原ソリューションズはですね、長年ストレージ製品、メモリー製品を作っている、国内のメーカーになっております。で今回はですね、こちらの防衛装備向け SSD という形でちょっと特徴を持った産業用 SSD のご紹介をさせていただければと思います。で特徴としましてはですね、こちらにございます緊急データ消去機能というところでですね、やっぱり情報漏洩をしてはいけないものになりますので、まあ、何か有事の際、例えばあってはならないことなんですけれども、はい、戦闘機が墜落してしまったとか、そういった際にですね、トリガーによって内部のデータを1秒以内に消去を行うという形で機密データの漏洩を防ぐ形になっております。でもう一つの特徴としましてはですね、瞬停電源弾対策機能というところになります。やっぱりストレージ製品、電源弾が発生したときにいきなりストップしてしまうとなった場合ですね、中のファイル破損が発生してしまうんですけれども、まあ、弊社の方では PLP 機能であったり、萩原ソリューションズオリジナルのソフトウェアであったり、まあ、そういったものでですね、電源弾対策非常に強く対策機能を備えておりますので、まあ、データの保護を行うという形になっております。実物がこちらですね。そうですね、はい、U.2 と呼ばれる製品なんですけれども、まあ、こういった形ですね。続いてこちらの製品ですね。はい、こちらはですね、産業用の外付け SSD という製品になりまして、弊社の方でまだ開発中ではございますけれども、今後リリース予定の製品になっております。最近ですと AI の機能を用いた製品非常に増えてきておりますので、そういった AI 機能にも対応して動かせるように高速の転送速度を誇っているような形になっております。さらに外付けになりますので、やはりセキュリティ面というところはお客様は非常に気にされておりますので、はい、こういった機密データの漏洩を防ぐために TCG Opal という機能も対応しておりまして、データの自動暗号化であったりパスワードロックでデータの漏洩を防ぐような仕組みを備えているような形になっております。でまたこちら外付けで機器の外側に設置するという形になりますので、機械の振動であったり衝撃というところもちょっとダイレクトに伝わってしまうというケースもございますので、こういった対振動対衝撃性能というところも見る規格に準拠しています。そして最後3つ目の製品、はい、こちらですか。はい、こちらはですね、この製品自体というよりはですね、弊社の方ではウレタンコーティングのカスタム対応をさせていただいているんですけれども、船に搭載する際に塩害で不具合が生じてしまうというところを防ぐためにですね、コーティング対応というものもさせていただいております。ただコーティングとは言っても目に見えるんでしょうか。はい、そうですね、肉眼で見られると、若干テカテカしているような形で見えるんですけれども、こちらブラックライト等で照らしていただくとチップであったりコーティングされております。弊社工作機械であったりとか、そういった場所にも多数ご採用いただいておりますので、機械油に対する保護であったり、あとはやっぱり粉が舞うような工場でのご利用であったりもございますので、そちらの粉塵対策という形で今まで多数コーティングの実績はございます。続いて今井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあこちらはタブレット製品でしょうか。はい、今回ゼロショックタブレットということでですね、ラインナップをしているタブレットになります。この辺りにちょっと書かせていただいてるんですけれども、対衝撃性がありますよというところは一番、メリットになっている製品かなと思っていまして、で今回新製品で出す製品がですね、点検専用という形で、タブレットのラインナップを追加しようというふうに考えているところです。こちら点検作業に最適と書いてありますが、はい、どういった部分が最適なんでしょうか。そうですね、今回ですね、まずカメラ機能のところをですね、改良しています。前面のカメラというのを今回取っ払ってしまっていまして、後ろのカメラだけにしています。で、光学の解像度の、カメラを今回採用していることと、あとですね、裏面にフラッシュ機能、ライト機能があるんですけれども、そちらのですね、パワーアップを図っています。
今これつけさせていただいてるんですけれども、はい、やはりお客様のご要望で暗い環境で写真を撮りたいですとかそういったご要望をいただいていまして、パワーアップを図っているというようなポイントです。あと最後ですね、いわゆる三脚をここにつないでいただいてポコッと立てられるような形の構造に変更しています。まあ、これも点検用途向けといった特徴の一つかなというふうに考えています。続いて国重さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、こちらは PC 製品でしょうか。はい、今回ですね、映像ですとか画像処理に関連したあの PC 製品を、ご紹介させていただきます。どういった特徴があるんですか。はい、まず一つ目なんですけども、この PC1 台で4つのモニターに 4K の画像を出力して制御する機能を搭載した PC になります。非常に小型でファンレスの設計になってまして、はい、まあ、レイアウトも、かなり自由度高いんですけども、4つの HDMI と、まあ、2.5GB の高速の LAN ポート、USB の 3.2 のジェネレーション2っていう非常に高速な USB のバスを4つ、まあ、本来あの4つのパソコンが必要だったことをこの1つで、実現できるというようなあの新しいコンセプトの PC になっています。ディンレールですとかベーサマウントってあの、まあ、壁付けの金具にも対応してますので、あの据え置きでもいいですし、あの、まあ、壁付けですとかあと装置の中に入れることもあの十分可能かなと思ってます。今1つ目ご紹介していただきましたが、隣にあるこちらは何でしょうか。はい、もう1つの製品ですけども、こちらはですね、手のひらサイズのコンパクトなボディで、インテルの最新世代の第7世代の CPU を搭載した小型の PC になっています。高速の 2.5GB の LAN ポート、 HDMI、 USB が3つと、まあ、最低限のインターフェースは持っていまして、こちらのエントリークラスの CPU ですけども、あの最新世代ということもあって、あの画像処理もかなり、こなせるので、まあ、これ自体もサイネージとか映像処理に使ってもらえるんじゃないかなというふうに思ってますし、小型を生かしてですね、機械の中にもう入れてしまうとか、まあ、そういった用途にも今、先行してご提案している中ではご検討いただいています。続いての製品はどちらでしょうか。はい、最後の製品になるんですけども、昨今あの需要が増している、AI 画像処理に特化した、小型の PC になります。マイクロ ATX っていう規格のボードが入ってるんですけども、まあ、従来ですとこの、マイクロ ATX のボードを使うとですね、大体この3倍ぐらいの容積があるものを3分の1まで小さくしているので、従来だと設置ができなかった場所にも使っていただけるんじゃないかなというふうに思っています。最新世代の第14インテルの第14世代の CPU を搭載してまして、はい、その CPU だけでもかなり高度な AI 処理ができるんですけども、それに加えてですね、グラフィックカードですとか、カメラカード、そういったものをあの増設できる、非常に高性能な拡張性を持ったパソコンになっています。例えば工場の、画像検査装置ですとか、あとはあのカメラから入った画像を AI で分析をして、この処理結果をまた新しく結果として出すような、そういった用途に適しているんじゃないかなというふうには思います。いや、本日はいろいろな製品を見させていただきましたけれども、どれも本当に楽しみで革新的だなと思いましたね。はい、本当に今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。